三品の花。三品茶冷蔵庫入れてんのこれ。てかなんかめっちゃ美味しそうな匂いしてきてない？なんかハンバーグみたいな。え？ここめっちゃいい匂いするんだけど。謎に。エナーライト。なあ。ケイシャのノリはどうですか？最悪。全然あかん。全然あかん。特にどこが？この辺。シークかい。もうベースからちょっとなんかよれってなってた。帰りたい。帰りたい。もう嫌。もう嫌。お腹すいたし、カメ食べようか。カメ食うな。どうもジャンプです。大丈夫です。分かってるから。ということで、4日目になりました。めっちゃ顔知らない私。俺も。いや、黒いな。悲しいことに、もう今日で帰らないといけないことになりました。ええ、でも最後の最後まで楽しみたいと思いますんで、今日は最高の天気です。じゃん、大雨。大雨でもないな。でもないな。晴れやな。ハメ、あれやな。ハメ。ハメやけど、まあ食いたいもんも、行きたいもんも、買いたいもんもあるんで、どんまい。何のどんまいや。どうする俺ら。帰る。腹ペコやねんか。ちなみに。朝飯食おうか、それ、うん。ただこのホテルは良かったということで、ただ一つ残念なことが。めちゃくちゃでかいゴキブリいました。もうちょっと浮いてました、でかすぎて。なんか足こんなんやったな。フナムシのいっちゃんでかいやつぐらいでかいやつがいて、それを殺すのに必死でした。私はそろりそろりと逃げんように声く呼びに行った、うん、俺が無事殺しました。はい、クソお世話になりました。なってへんがな。あ、なってへんか。エアプロハウス、バイバイ。社長か。金メキシコの社長か。行くで。甘っ。こっちの方が甘い。意外にめっちゃ甘い。うまいな。うん、うまいな。最近そっち系別に好きやわ。別に普通に。なんもおかしいね。雨えぐい。どうにかして雨やめて。いやいや、降りたくない。全雨予想で2日間雨やっただけっていうのはちょっと運が良かったということで。そういうことよ。4分の2やから晴れて良かったよ。実がなってきた。うまい。おじいちゃんの味してきた。茶畑の味してきた。今俺昨日の一日中よりも今一番腹減ってるかもしれない。ヤギ汁飲める？ヤギ汁飲める。ヤギ汁の時はマジで腹いっぱいすぎた。めちゃめちゃ美味しくいただけなかった。いただけませんでした。お呼びでない。悲しいな。ここ一刻とフライト時間に近づいてるというか。まあまあ降ってるもんで。海鮮丼とか食いたいな。しょクローズでもなんかあそこ晴れ間が見えたで。イラブチャ丼とか食いたいわ。まあないんかな。あれご飯と合いそうちゃう。なんで寝てんねん。車乗ったらさ眠くなるやん。なる。なんか助手席眠なる。そう、助手席眠たいやん。私今でも4日目にして初めてこう眠たってなった。私3日分褒めて3日は頑張ったと。ヘイヘイヘイゴー。鮮やかに。ストップ。そんな私が知らんの。セアプロ。はい、豆腐チャンプルー。こんにちは、です。これが食べたかった。焼きつね。焼きつね。骨の匂いなのかな。でかすぎて食われん。じゃがいも。大根。大根。どっから行こう。これ行くわ。ちゃんぽん。うまい。なんやかんやで、ちゃんと白ご飯パツかもしれん。うまい。めっちゃ美味しい。美味しい。ヘルシー。ヘルシーじゃないかもしれんけど。うん、味付けうまいな。なんか入ってる？肉。肉入ってる。何これ？怖くないでしょ。じゃあ、ここが出てきた。うん、あ、ちょっと入ってる。肉うますぎやろ、これ。後悔してる。全然してない。これも食いたかったと思ってる。ちょっともらうし大丈夫。あと、すごいな。何なの、めっちゃ美味しい。めっちゃうまい。やっと食えた感じ。この前食べれる。うん、美味しい。うま、最高にうまい。これいらん？いいよ。うん、こうやってさ、ソーキそばとかを作るとき何余った肉かもしれんな。粗めに剥がしたみたいな。うん、最高なんですけど。どこが食べれるか分からない。あんま食うでもなかった。いや分からん。私が下手くそなんかも。めっちゃよ、俺これ京都で食いたい。なんかあったらそれ言うな。どこ食べんの。ほじくて食うやな。かしゃぶりつくか。カニのあれみたいに。甲羅、甲羅じゃない、なんていうの。でしょ。うまいな。めっちゃな。うまい。うん、絶対食べると思った。うどこ案外あるけど。ここは意外にヤギ汁はないね。ありそうやな。こここれたし、なんか帰っていいな。ポークそばのスープみたいなんですよ。
うまい、しかもうまいし、おいしい。あー、減っていく、なくなっていく、全然あるやん、食べたらなくなっていく、ぐっぐっぐっ。うん、なんか俺好きなテイストの料理が多いわ、沖縄料理、こういう乱雑さみたいな豪快さがいい、男が好き。女の人は食いづらいもん、食べへんかもしれない、なかなか靴べらみたいな、100均の、いやマジで最高、靴べらみたいな2本目鍋持ってる、鍋、鍋に骨汁入れてる、マジテイクアウト、テイクアウトできますって書いてある、めっちゃ渋いやん、これ家で食えんの、家骨だらけなんでご飯あげよった、いるの、バリバリ控えめで食ってるし、そのまま隠れてきた、最近ご飯食わなさすぎてそのご飯の感じ忘れてた、いつももらってたこと、ゴミから食べてんのまだゴミちゃう、やば、めっちゃ肉やん、うん、うまっ、うん、私が食べたの結構外れやったねいっちゃうほでなぁ、おいしい、これはうまいわ、でも一人で食べる勇気ないよこれ、食い切れへん、ほぼ500円あげてる、何飽きる、じゃあ、えんどくさそこ味じゃなくて簡単やん、多分ダンシングクラブとか行けへんやろな、あれなんか汚れるやんほんで、うん、知らんけど汚れると思う、じゃあタレつきまくとるやん、あ全部同じ味なん、なんかもう全部開かない、うん、行ったことないけど、世話しないであれこそ、知らんけど、なんか頭にカギの耳つけてな、カギの耳耳あったん、これ豚の骨やな、え牛ちゃん豚、まあ早期じゃないよ、あ豚か、まあどうなん、え豚やん、いけるなんか味牛肉やと思ってた、なんかしたけど、うん、美味しいですね、メソレですね、あでもいろんな骨汁あるね、え、そうね、骨汁はしごする、これ全然済んでる、そんな行きたいって言うんやったら、バリうまいね、スープ飲む、やっぱ豚や、うん、美味しいスープ、うん、スープうまい、これでいくらやん、1,200円、750円、安っ、ほんまに安い、これ650円やから、それで何倍だったの、750円、もやしが高いらしいから、うん、あなんか美味しい、だしの味って感じやね、骨のだしが出てます、ついから出てんな、この大ぶりをめちゃめちゃうまいね、お邪魔しますか、来たねいやきはねこれ割った中に肉がいます、うんうん、一生食べる、じゃあさっき帰っとこう、なんで帰んねん、一緒に帰れ、ごちそうさまでした、たぬき、はい、たぬき、やぶろ、どうですか沖縄のイオンは、沖縄特有のもの売ってますか、めっちゃ売ってる、味とか食べないから、いや関係なさそう、でもでかない、大きいね一番大きいなといえばコミシェ、これ絶対そうやん、それと一緒やん、うまそう、これマジでパン買っていこうかな、ピーナッツパン復刻前、これいつまで持つの、これはえ絶対熱い、それでしょ、デニーモパイ買おう、25まで持つ、2個買おう、じゃあそばのとこ来いや、来いやっていうやつついていかへん、来てくれ行きたいとこあんねん、さかい、え、なんのこのアンパンマンミルク、これ絶対沖縄産、県産、沖縄県産よ、絶対ジャムおじさんが作ってるやん、ベニーモナッツとかいいな、ソーキそばだけ買って帰るね、うん、スーパーで最高の買い物できたんで、絵の描いたか、20円引きのパン、ベニーモパイ描いたから、シークワーサーポン酢と今のところ満足やな、はい、どこですかここは、マサミネ、ここへ帰んねん、金秀やん、なんかあれみたい、薬局みたい、あめっちゃ沖縄、沖縄だらけ、それタコライス売ってんもんな、普通になんか俺ソーキそばが一番欲しいかも、でパン見に行こうや、パンいいよ、なんでポーポー、何これ、えポーポーって何やったっけ、なんかこれ見えへんかった、どっかで何入ってんの、なんか巻いてあるだけ、何をポー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 っていう食べ物、知らんやつ、すげえ、知らんパン、これ半額やね、どうか仲良しパン、めちゃくちゃ多い、渦巻きパン半額、もう私パンいらんで、ほんまに伝説の、もういらん、マジでいらん、まだ100キロカロリーあ、待て、え、ちょっと待て、ベニーモアンパン、ほんまや、沖縄応援、買ったらベニーモバター探してください、ほんまないよな、ベニーモのやつ、なんベニーモのベの字もないもんな、え、これって何、食パン、これなんか山崎パンのあの車のトラックの絵じゃん、沖縄人バージョン実写版、これも絵やな、え、こっちにもあんで、えベニーモアンパン、でっかー、めっちゃ安ない、ほんで950リットルやる、見たことない、950リットルはやら、でかすぎやろ、やばいここのマウントレーニアいくらやと思う、これ絶対沖縄やん、そんなことよりこんなマッチあんねんな、見たこと、紅茶カレー、ドクターペッパーはこれ何なん、コーラ、え、フルーツフレーバーって書いてある、これなんかうまそうに、俺だけ
じゃあね、私言っていい？缶の時点で言え。缶ほど嫌いなもんない？缶ほど嫌いなもんはない。沖縄っぽいもん飲むんちゃん。ベニーモオーレみたいなないの？ないな。あ、メイグルトって何？こんな1リットルもいらんで。ヨーゴ、レモン味。普通のないやん。あと、はい、ヨーゴ。ペットボトルの方がええんちゃう？ガバチャって美味しいんかな？俺ちょっとシークワーサーちょっと酸っぱすぎて俺ついていけへんもん。やっと見つけた、サーターアンダギー。やばい、やばい。金入れ。あっちゃっぱ。一つ言えることは沖縄はパンがめちゃくちゃ種類ある。私さ、パンのことさめっちゃ好きやねんけどさ、うん、これほどパン嫌いになりそうな一日は初めてだそ、食うたやつが言うねん。なんで見ただけで嫌やねん。そんな毎回パン見んといてって。もあ、ガバちゃん、ガバパンやろ。こういう方は苦手。私は好きかも、意外とクセちゃんみたいな。はぁ、なこれ何味。結構好きかも。ちょっとルイボスに近ない。うん、いや嫌いではないけど、サンピンチャより飲みやすいんちゃう。うまい、サンピンチャよりうまいな。んやったら美味しい。なんかスッとする。初めて知ったわ。すっきり飲みやすい。ノンカフェインのお茶なので安心してお飲みいただけます。毎日の健康美容習慣にうがいて洗いこまめにガバちゃん。長いわ。雨も止んだことやし、海も綺麗なことやし、どんげばびえ大体のもんは見れたし、ヤシの木と写真でも撮るか。あ、あの巾着だけ買おうかな。せっかくやし、スパムにするわ。ほんでスパム？そんな大きなあれやろ。だってポテトヘッドより歩くない。まあそうやな。え、てかピカチュウいんねんけど。セアープロ。なかなか下等なとこにたどり着きました。路中の嵐でしょうか、これは。いやけどここはパーキングやねん。パーキング路中みたいな。ただ5時22時やで。怖っ。アイスティー946ミリリットル。甘くない味ない。あ、実験用調整しよう。あ、飲んでみ。全然変わった、だいぶ甘い。はい、アイちゃんはワッフルチョコレートトッピングで練り込まれてます。はい、いただきます、ね、トッピングってそういう意味やってんだ。俺かけんや思って。半分こしょう。しゃあないな。したろ。したいくせに。事故。あれうまそう。チョコレートごまんくだ。まずは普通のかな、じゃあ。パリパリ。うん。チーズマヨ。これや。かけた方がいい。かけた方がいい。バター。チキンにもかけた方がいい。全然違う。うん、チキンにもチャラー。チャラチャラチャラ。普通にうまい。マジで何キロ太ってんやろ。ほんまに俺体重気になる。絶対60キロぐらいいってるわ。行き過ぎやね。俺やね、俺最高記録出てそう。人生のワールドレコーズ、ビーナスレコーズ一緒に行かないかな。うまっ、めっちゃうまい。船ついてる。いや、噛んだ方が早い。めっちゃうまい。そう、何これ、パリパリ。一緒に食うやん。ちむない。うん、パリパリ。俺このワッフルとチキン食うやん。毎回入れてたよ俺。うん、念願よかったな。スパイシーやな。うん、え、チョコ美味しいやん。うん、あ、うん、足置いたんかも。ちょっぱいに欲しいな。意外と合うんだよ。美味しい思ってたよ。じゃあこれ骨ないっていうのがいい。骨やと思ってたもんな。朝ごはんこれやとちょっとヘビやったかもしれない。うん、今ぐらいちょうど。うん、デザートも兼ねて。このフライドチキンめっちゃうまい。美味しいな。ケンタッキーとかレベルじゃない。子供がやばい。全然バターかけてへん。こんなかけんのね。しんやしんやになる。サクサクで食べたい。これな、水むっちゃでかいやん。ストロー極細。本場の味やわ。シンクスね。サンフランシスコの味だ。フランスいいかけてね。眠い。ごちそうさまでした。たぬき。はい、たぬき。たぬき。晴れてたらめちゃめちゃ綺麗そう。くしくも曇ってる。なんか琵琶湖みたいやけど。沖縄です、ここは。時間ないし行くで。ほんま俺らはもう売れっ子芸人ぐらい忙しいからな。けど透明やな。エアプロハウス。何や、うん、これは人が少ないんか多いんかもわからんわ、うん、見る人とか見てみる。フルーツ盛り合わせってるやん。カエル、はい、これ本物。えそう、カエルの皮で作ったやつ。ほんまのやば、えぐいやん。うまい。
ミッキー見て。あ、沖縄やからか。黒く塗ってんねや。日焼け。多分。なんか、ようこさ、ようぐようこあれっきり見てないの。あ、ほんまや。ない。なん。下等すぎやろ。大変な感じ。え、コーヒーやねん。風情やばない。取る。ラッチラチられそう。沖縄の人は傘は差さないです。極力。お待たせしました。セアプロ。じゃあもう海外一列無理やし、もう帰ろえ。うっさ。ケリケリ。もうほんま、あの、混みすぎてやばい。たぶん、いやほんまに巻き込まれてる。沖縄の6時やばい。ババゴミ、亀より遅い。進むスピード。おもんない。ちょ、別に、おもんないだろ、例えてんねん。亀の方が遅い、普通に。じゃ、例えや。遅いことの例えや。亀以外何やろ。何があんの？あんまりないわ。ないんかい。何だい？倒したらおかしいと。倒すな。激突するわ、前のビッツに。やばいな、渋滞。ほんまにやばい。京都の渋滞と沖縄の渋滞比べたらあかんわ。あ、レベルちゃう。ほんまにほら、ピーピー言う、車が。壊れてるみたいな言い方。じゃあ渋滞やばすぎて車ピーピー言うとる。雰囲気で進んでる。雰囲気ですやん。ヤムチンの里。ヤムチンの海ガジテラスに行こうと思ったけど、まず雨やからやめて、雨やったら無理やし、屋根あるとこ行こう言うて、エンダー検索して、エンダー行ってる最中にめちゃめちゃ混んできたから、もうあの空港帰ろう言うて、空港向かってるわけやん。空港のエンダー行こう言うてな。もうその空港のエンダーも危うい。めっちゃうるさよならやな、沖縄。山いでやわ、雨。綺麗やったぞ、海。いっちゃん欲しかった何？パン。わかるわ。俺はパンと骨汁が1位。1位なんや。どっちがとか決めれへんぐらい両方うますぎて、けど食う前と食ってからの振り幅は食パン。あれは見たことないもちもちのパンやって。なんかいろいろ高級パン流行ってるけど、野上はうまいねんけど、野上超えたん初。あれはもう一回食いたいな。あとはなんて言ったの、チーズの伸び具合。伸びしろあったもんな。私はあれが伸びしろです。チーズにはうるさいからな、愛ちゃん。チーズに目がないって言ってくれ。ケチャップにも目がないから。ケチャップにはどうでもいい。一番衝撃的やったのが、あの A1 ソースがもう意外すぎるっていうな。ちょっとむせそうみたいな。ほんま。もずく酢すったみたいな。うん、ほんまにステーキをあれで食うたことない、あんな味で食うたことないぐらいびっくりした。もうほんまに終わりやで。ちょっとお腹すいてるの。小型マグ食べようかな。売ってんの？マグ買うてん。どこに売ってんの？知らん、場所まで知らん。どこに売ってんの？だから、那覇空港のどこ？トイレの横。まずそうな場所売んな。聞いてくんなってこと。分かった、知らん。気になるって調べたら、あった、もう分がついた。ああ、もうデカなる。え、まだ紙入ってるよ。紙ちゃうねん、なんかそれここ汚れたくないし挟んでんねん。どういうこと？紙じゃないし。まだ帽子に入れますか？普通そう、汚れたくないし、そこに挟んだまんまにして。サタンダギみたいなやつ。え、どういうこと？買ったん？これはこれで。紙やったら速攻取るけど、フェルトやし汚れたくないし。もともとついてたんこれ。あ、そうニューエラのシール剥がさん版の、それ取らへん人か。あ、そうここやったら汚れてる。脱いだ時見えとるやん。いつ飛んだ？これが汚れた時。分からんやろ、それ。もともと汚れたみたいな色しとんねえし。違うくん、また来ような、沖縄絶対嫌。やぶろ。はい、めちゃくちゃいい商品ゲットしました。はい、じゃん、ポータマ。もう何も食わへん予定やったけど、結局俺は食うねんな。めっちゃいい匂いしてる。開けるよ。じゃーん。うまそうなんじゃん、ポータマ。愛ちゃんがずっと食べたい言ってたもん。あ、ほんまに。でかっ、めっちゃでかっ。それで330円で安な。うまっ。沖縄の料理って発想がちょっとワイルドだね。簡単に食べれるのがいいかもしれない。二手で食べれるって。うい、いってらっしゃい。うまいですか？うん、懐かしい。海苔おいしいな。前もここで食ったの初めて食べた。え、そうなの。あのコンビニのファミマとかで買えるやつは食べたことあるんで。沖縄のファミマで。うん、でも最近京都にもある。そうなの。けどでもスーパーにも売ってた、金比で。どうなんやろ。ご飯のゾーン見たけどなかった。これご飯一杯分ぐらいあるじゃん。これでかい。サンドイッチ入ってそうやもんな。うん、おいしい。これはこれで美味しい。合う。わかる。口入れた瞬間明太子、どっちもいいな。うん、パムの味を生かすのもいいし、
いやもう次からこの那覇空港来て絶対買うわ。ついてさ、まず食べるのもよくない。マジか。腹ごしらえで。めっちゃうまい。あと4個はいけんな。取る。ちょっとこれが難点やな。時計にもついた。もう嫌や。あーもう全部食うない。ご飯になっちゃった。ごちそうさまでした。飲んでおります。寝ましょう。飛行機に乗せておりました。帰りたいと思います。またいつか沖縄には来ます。すごい。これちゃうの？すごい。やば。やばいな、海やばいな、うん、めちゃくちゃすごい超綺麗。